はい、ケロンです。今回は母子球を使って楽に走る方法といったテーマでお話をします。ランニングする上でですね、スピードを出すのがちょっとしんどいなって方は結構いると思うんですが、まあ、もしくは単発でスピードを出すのは大丈夫なんだけど、結構出したスピードをマラソンもしくはまあハーフとか長い距離で維持するってなったら、心理的ハードルが一気にちょもらんまっていう、まあ、そういう方も結構いらっしゃると思うんですね。ただスピードを楽に出せるようになるためにちょっとしたコツっていうのは確実にあるんですが、まあ、今回はその中の一つである母子球を使って走るっていう、まあ、その方法について皆さんにご紹介します。でまずその母子球を使って走るってどういうことなのかっていう、まあ、これについて解説するんですが、母子球ってそもそもどこって話なんですが、このまあこれ足だとしたら、この親指の付け根のとこにあるこのところですね、ここがこう母子球になりますと、まあ、そういった形です。でイメージどういう感じかっていうと、かかとからこうついて普通こうまっすぐ抜けていくとこういう形になると思うんですけど、母子球で走るっていうのはこうついて最終的にこう内側の母子球のところに抜けていくっていう感じですね。だから蹴った後の足がちょっとこう外に向くっていう、これが母子球で走る結構特徴的なところなんですが、これをすることによってまあ楽にスピードを出せることにつながっていくというわけですね。で実際佐久長聖高校っていう長野の駅伝強豪校があるんですが、この学校の出身の選手の多くがまあこういう足の使い方をしてるんですね。で結構例を挙げて説明すると、例えば上野雄一郎さんとか、今立教大学で監督されている方ですね、あの方もかなりこう母子球で地面を蹴り上げるようなそういう動きをされてますし、あとは佐藤佑樹選手もそうですね、結構こう蹴った足がこう X になるというか外に流れると、まあそういったような形になっていて、現役の選手とかも結構駅伝なんかを見ているとこういう足の使い方してる人が未だに多いなっていう印象です。ではなんでそういう足の使い方する人が多いのかって話なんですが、これはまあ佐久長聖高校を作り上げた現東海大学の駅伝監督である諸角林先生が、母子球で地面を蹴ることによって、まあ、体の連動をうまく促す出せることができて、スピードがうまく出せるっていう、まあ、そういうような教えで生まれたというわけですね。ではなぜその母子球で地面をこう押し出すとか、こういう走りがうまくスピードにつながるのかってことなんですが、まずですね、母子球で地面をこう押し出すことによって、蹴った後に膝下がこう外側にこう向くんですよ。でそれに伴って何が起こるかっていうと、骨盤がこうグリンって結構大きく旋回するというか、骨盤がすごい動くんですね。で骨盤が動くことによって、さらに上半身にもその影響は及んでいって、今度肩甲骨が動きます。佐藤佑樹選手の走りとかをちょっと例にこうやって出してみていただくと分かるんですが、ちょっとこういう風にグリグリグリっと体をひねるように走ってると思うんですね。あれっていうのはまさにこう母子球で地面をこう押し出した後の動きかなっていう風に思っていて、これをすることで体の内側では背骨がすごいこううねっとうねっていって、結構一歩で大きな推進力が生まれていくと。事実佐久長聖の出身の選手ってそんなにこうダイナミックな動きをしてなくても、一歩で結構な推進力を生み出して、パッパがパッパが走ってる人が多いなっていう印象です。これによってまあ楽に前へ進めるようなそういう走りになるので、この母子球を使って走るっていうのはかなりおすすめな走り方になっています。でさらに言うと、人間の体って結構人それぞれなので、まあ、こう母子球で押し出す走りをしていても、見た目にそれが現れるかどうかっていうのも人それぞれなんですね。要するに佐藤佑樹選手とか上野雄一郎さんみたいに、まあ、こう膝下があからさまに外に向くというか分かりやすい方もいれば、まあ、一見するとあんまり分からないんだけど体の内側では実はうねってますっていう、まあ、そういうタイプの方もいらっしゃいます。要するに見た目っていうのはそこまで重要じゃなくて、骨盤、背骨、肩甲骨、この3点がうまく連動して力が伝わっているかどうかで、これが伝わっていれば見た目にそんな現れてなくても全然 OK というところなんですね。だから結構私がこれまでコーチングした方とかでも、母子球で蹴ったらいいですよって言って意識をされて、母子球で蹴ってるんですが佐藤佑樹選手のようにならないんですと、まあ、そういうような相談を受けることもあります。ただ全然それは安心して大丈夫で、見た目に現れなくても内部でその3点が連動していれば、もう全然その推進力というのは生み出しているので、まあ、気にせずやった方がいいかなというふうに思います。ではここからはそのやり方と注意点というところについて紹介します。まずこの母子球で蹴るっていう、まあ、この意識するポイントなんですが、これは母子球で地面をこう押し出すその瞬間に集中するっていうところですね。まあ、走ってたらですね、こう着地して最後に地面をこう押し出して走ると、まあ、こういう瞬間ってあると思うんですけど、まあ、その時にできる限り足の内側に体重を乗せることを意識してください。でこの時のポイントが、蹴るじゃなくて体重を乗せるっていう、そういうイメージで母子球に全体重乗してそのまま抜けていくような感じ、そうすることで自然
と母子球で地面をこう蹴るようなそういう走りになると思います。でこれうまくできたらいつもと体の感覚がだいぶ変わってくるんじゃないかなって思っていて、まあ母子球に体重をグッと乗せると蹴った方の足の骨盤、まあ要するに右足で蹴ったら右の骨盤がグッと上に上がると思うんですよ。でこうなると今度逆にそれに連動して反対側左側の肩甲骨がグッと上に上がってきます。そうなると次にその高低差を取り戻そうとして背骨がグッてうねるんですよ。それによって大きな推進力が生まれるって形なので、その感覚がつかめたら正解だと思います。なのでこれからこの母子球で走るっていうことを意識される方は、まずはその着地して地面をこう抜けていくときに母子球に全体重を乗せるっていう、もうそこ乗せる意識っていうところに意識全振りでやってみてください。その時についてる方の足の骨盤がグッて上がれば正解です。ただ一方でこれって注意点も一つありまして、これ何かっていうと母子球に体重を乗せた時に膝ごと内側に倒れ込むっていう、まあ、そういう危険性があるということですね。でそうなるとどうなるかっていうと、新スプリントだったりとか、まあ、もしくは膝そのものを痛めたりとか、まあ、そういう怪我の危険性っていうのも少なからずあります。なのでそれを防ぐためには内転筋っていう筋肉を鍛えることが有効で、まあ、この内転筋ってどこかっていうと太ももの内側の筋肉ですね。でこれをしっかり鍛えておくことによってグッで内側に倒した時に膝は固定してうまく母子球にしっかり体重が乗ると思います。逆に言うと膝が内側にグッて倒れてしまうと体重が母子球に乗り切らないので、ただただ内股走りになってしまって推進力結局落ちてしまうということになるので、この内転筋っていうのはセットで必ず鍛えた方がいいというふうに思います。でこれ結構鍛えるの簡単で、まあ、例えばテレビとか見てる時に椅子に座って膝を閉じて、まあ、それで膝を閉じて力を入れて1分ぐらい耐えると、まあ、そうしたら内転筋太ももの内側が結構グーッと張ってくるので、これを30秒から1分ぐらい耐える、これを3セットぐらいですね1日やっていくことで内転筋は十分に鍛えられていくと思いますし、まあ、そうすることで母子球に体重を乗しても膝ごと倒れるってことはなく、しっかりとグッと安定すると思います。まあ、イメージですね、なんか耐震グッズとかでなんか地震とか来た時にタンス倒れないようにするつっかえ棒をつけるみたいな、まあ、そんな感じのイメージで着地した時の衝撃に膝が倒れないように内ももの筋肉で固定してあげるっていう、まあ、そんなイメージですね。では話をちょっとまとめていくと、まあ、この楽にスピードを出すためにはこう母子球で地面を押し出す走りが有効ですよと。で母子球で地面を押し出すことによって肩甲骨、背骨、骨盤、この3点の連動っていうのがしっかりと推進されるというところで、まあ、これをやっていくためにはもう着地して母子球で抜けるときに母子球に全体重をしっかり乗せていくってことが重要です。ただその時に膝ごと内側に倒れ込まないように太ももの内側、つまり内転筋をしっかり鍛えておくってことが重要ですね。この母子球で走るっていうことをマスターすることによって、まあ、かなり楽にスピードを出せるように実際になると思うので、まあ、ぜひ一回これも試してみてもらえたらいいんじゃないかなというところです。今回も動画をお付き合いいただきましてありがとうございます。最後に長距離走マラソンが速くなりたい方にお知らせです。現在私のこのキラの公式 LINE では YouTube では公開していない長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントっていう、こういった限定動画を今無料でプレゼントしています。この動画の受け取り方は私の動画の概要欄から URL をクリックしていただいて、キラの公式 LINE をお友達登録していただく、たったの10秒間で簡単登録完了します。そしてこの LINE を登録していただくと大阪マラソン日本人トップでマラソン2時間13分41秒、そしてハーフマラソン1時間3分9秒というこういった記録を持つ池上秀幸っていう人とこれまで YouTube でコラボしてきた動画の他にちょっとニッチで話せないような内容を限定動画として皆さんに随時配信します。私の LINE に登録していただくことでこれらの限定情報というのをこれからどんどん受け取っていくことができるのですが、ぜひこの機会に LINE 登録してみてはいかがですか。それではまた限定 LINE の方でお会いしましょう。先日地元の川の、まあ、その川辺というか河川敷のところで、まあ、赤ちゃんがハイハイしてまして、まあ、その赤ちゃんをずっと見てたんですけど、うまいことですねこの手の母子球のところに体重を乗せてハイハイしてまして、ハイハイした後の手の動きがすごいこう外に流れて肩甲骨と骨盤の動きが連動されてましたよと。案の定その赤ちゃんめっちゃハイハイ早くて、多分あの子の通ってる保育園の0歳児クラスではあの子裏勘って呼ばれてると思いますね。